ナイッシュ。ここは河川敷に作られたバスケットコート。私ソラーと友人のヒサメは週末によくここでバスケットボールをして遊んでいる。ふー、今日もいい汗かいた。じゃあいつも通り掃除して帰ろっか。このコートは近隣住民や利用者が自発的に整備している。いつものように掃除して帰ろうとしたその時だった。お、ここなんかめっちゃいい場所じゃん。歩き回って探した甲斐があったわさ。見慣れない緑のカップルが現れた。見かけない顔だな。バスケするようにも見えないし。これでよしだ。うわぁ、何をやってるんですかあなたたち。何ってバーベキューっしょ。いや、なかなかいい場所がなくて歩き回ったところでここ見つけられてラッキーだったわ。ここバスケットコートですよ。バーベキューしていいわけないですよね。何考えてるんですか。はあ、誰だお前。バーベキュー禁止なんて注意書きはどこにもないだろ。お前らが勝手に決めたルールを押し付けてくるなよ。良識ある人なら明言しなくてもわかるんです。大体お前らな。いらねえ。あ、何しやがる。このコートは夏季厳禁よ。これ以上へりくつ言うなら通報するわよ。わかったらとっとと失せなさい。ちっ、小娘が偉そうに。何あの子怖っ。イサメありがとう。気をつけた方がいいわよ。ああいう連中は絶対また現れて何かしれかすからね。イサメの予想通り次の週末に彼らは現れた。うわっ、ウェッシー。ソラ、イサメ、こいつらこの前の。そうなのよ。もう何時間もコートを2人で使い続けてるのよ。おかげで他の利用者が使えなくて帰っちゃったし。いい迷惑よ。なんだまたお前らか。俺らは純粋にバスケを楽しんでるだけなんだけど。なんか僕でもあるわさ。この前みたいにあんたたちに追い出される理由ないと思うけど。そういうことだ。まあお前らは指をくわえて俺たちが遊ぶところを見てるんだね。この場所は利用者が譲り合って交代しながら使ってるのに。結局その日は一日中コートを独占されてしまい、さらに次の日の朝コートに来てみるととんでもないことになっていた。なによこれ。ゴミがこんなに捨てられてる。絶対あいつらだ。おはよう。って、うわ、なによこれ。イサメ、朝来たらこんなことに。うわ、絶対あいつらじゃん。とにかく掃除しないと。そうだね。はあ、朝からこんなお掃除をすることになるなんて。ピッカー！うわ、ベンチに画鋲が！大丈夫、イサメ？めっちゃ怒ってる。さあ、今日もバスケするか！お、なんか超綺麗になってんじゃん、ラッキー！あんたたちいい加減にしなさいよ！ゴミを捨てたり、ベンチに画鋲を仕掛けたり！ちゃんと使えないなら、もう二度と来ないでよ！なんだと？そこまで言うなら俺がやったっていう証拠があんだろうね！そんだぞ。イサメ落ち着いて。ガルー、市役所。ふむ、なるほど、わかりました。ではルールを明確化した看板を設置しましょう。市としても住民が気兼ねなく使用できるスペースは大切にしてほしいですからね。よかった。じゃあ週末には間に合うように手配しておきますので。そして週末。うん、これで完璧。これで安心してコートを使えるわね。あいつら無駄な抵抗しやがって。こんな看板ぶっ壊してやるぜ。お、老朽化につきダンクシュート禁止。なるほどね。ダメよ。次の日。うわ、看板がバキバキに。なんてこと。おお、こりゃまた派手にぶっ壊されてるな。誰がこんなひどいことをしたんだろうな。イケシャーシャーとよくもそんなことが言えるわね。どうせこれもあんたの仕業なんでしょ。また証拠もなく決めつける気か。懲りないやつだな、お前も。そしてこれで仕上げだ。あのゴールにダンクシュートを決めてぶっ壊してやるぜ。ちょっと、そのゴールにはダンクシュートは禁止なのよ。バカめ、その注意書きなら昨日のうちに俺が剥がしたんだよ。後から何を言われてもそんな注意書きはなかったで。どうしてやる。うわあ、あれ、なんで壊れの。うっぎゃー、うわ、ゴールが。なんの騒ぎって。です、こ、腰が。救急車どうぞ。やるぞ、ね、みんな。
後、風の噂で怪我が原因で日常生活に戻れるまで相当の時間を要するらしいことを聞いた。うわざとじゃないんだ。公共の施設を故意に破壊した件で警察にも追及される事態になっているらしい。その後ゴールは新設され、看板とルールが改めて設定された。少しかわいそうな気もするけど、今まで通りコートは快適に使えるようになった。